好，那我们这次要参加天下第一武道大会啊！希望的频道记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我的 IG 跟 FB。OK， 我们开始吧。哎，这边有个东西。OK， 这是以前悟空第一次参加天下第一武道大会的时候。里面好像还有东西，什么？哇，这边好帅！第二三回天下第五道大会的决赛是由悟空对上魔少年。还有吗？我记得悟空好像都没有得过名的样子，每次都输。第一次输给龟仙人，然后再来就是输给谁啊？哦，有啦，悟空有得优胜，就是跟比克打的时候。然后，那后面还有个东西，还有一个是被那个天剑放打败。悟空是先着地啦，印象深刻。OK。大丈夫だ。さてと、みんなどこかな？あ、いたいた。ご飯、遅かったじゃないか。すみません。ところで、すごい人ですね。ほんとね。ああ、鬱陶しい。ミスターサタンだ！ミスターサタンがついたらしいぞ！ミスターサタンか。地球を救ったヒーローのお出ましらしいぞ。全世界のサタンファンの諸君、お待たせ！すごい人気なのね。あ、ピッコロさんだ。ピッコロさん、お父さん見ませんでしたか？ああ、見ていない。しかしお前、そんな格好で出る気か、ご飯。どうしたんだべか、悟空さんは。もう選手の控室に行ってるだべか。へへ、ヨッホー。波乱の天下一武道会、魔導士バビディの暗躍。ソン、おい、結構変わっちまったかな、みんな。でも元気だったか。悟空さん、よう帰ってきたの。ソン君。お父さん。うん？ゴテ、お父さんだぞ。わあ、そっくりだと思ったらオラの子か。なんだゴテ、おめえ恥ずかしいのけ？ゴテンか。いい名前だな。いやー、24時間じゃぞ、よいな。ありがとう、占いババア。それじゃ、私たちはここまでね。みんな、ほどほどにね。はい、それじゃ、行ってきます。
なあゴテン、ちょっとこの辺りを探索しようぜ。面白そうだね、行こう行こう。よしゴテン、あっちを見てみようぜ。見ろよ、いろんな屋台が出てるぜ。うん、お母さんに何か買ってもらおうかな。そうだな、まずは一通り見てから決めようぜ。うん、そうしよう。お、あっちはなんだ。あ、待ってよ。その肝っ玉の大きさは悟空の子って気がするよな。なんじゃなんじゃ。やっぱ俺たちも早くみんなと戦いたいよな。兄ちゃんとベジータおじさんには勝てないけどね。まあ大きくなったら勝てるさ。多分あっちを見てみようぜ。やばい、ママたちが俺たちのこと探してるみたいだ。怒ってたら屋台でいろいろ買ってもらえなくなっちゃうよ。よし、迷子になってたことにしようぜ。俺、ゴテンを探してたことにするから。僕が迷子になるの？しょうがないだろ、年上の俺が探してた方がそれっぽいし。じゃあな、ゴテン。あ、もうずるいよ、トランクスくん。やっと会えたな。うん、僕ちょっとトランクス君とはぐれちゃって。そんなこと言って、二人でその辺の屋台とか見て歩いてたんでしょう。え、どうしてわかってたの？バカゴテン、言うなって。やっぱりそうだか、ゴテンちゃん、嘘はダメだべ。そうよトランクス、あんたも年上なんだからフラフラしないの。ごめんなさい。じゃそろそろ試合会場に行きましょうか。だな、これ以上遅くなったら席がなくなっちまうべ。ゴテンちゃん、いいだな。うん、わかった。しょうがない、早く。二人ともフラフラとうろついてねえで早く会場に行くだよ。もうすぐ試合が始まるから。お集まりの皆さん、それではただいまより天下一武道会の予選を始めます。今大会の参加者数は例年より多くなっております。その中で出場できるのは予選を勝ち抜いたわずか16名の選手ですが、チャンピオンであるミスターサタン氏は無条件で出場できることになっておりますので、残る15名をただいまから選ばせていただきます。例によって予選は公正を期すためパンチマシンを使って行います。パンチマシンの数値の高い順に15名までが予選を通過できます。パンチマシン？なんだそりゃ。
果たしてチャンピオンであるミスターサタンの数値を超える選手が現れるのか、期待してまいりましょう。それでは天下一武道会予選を開始いたします。みんな予選突破できてよかったですね。ま、楽勝だったな。ん？こんにちは。あなたが孫悟空さんですね。なぜオラのことを？噂を聞いたことがありましてね。ぜひ握手だけでも。あ、よろしく。なるほど、噂通りいい魂をお持ちだ。え？では失礼します。何者だ孫。わかる。だがオラたちだけが楽勝の試合じゃなくなったっていうことは間違いねえだろうな。あの二人以外は大したことはなさそうだが。なんだあいつら、目つき悪いな。力減りすぎてんじゃねえか。かくして始まった天下一武道会。抽選の結果、 Z 戦士たちはうまくばらけることができた。だが1回戦の第6試合では悟空とベジータがいきなりぶつかるという波乱の抽選結果となった。そして1回戦が始まり、第1試合はクリリンがあっさりと勝ち抜きを決めた。続いて第2試合はピッコロと謎の少年シンの対戦となった。しかし、どうしてだ。こいつとはなぜか戦いにくい。初めて会ったやつなのに、何者なのだ。そのうちわかりますよ。でも今はゲームを楽しみましょう。すまない、危険する。え？あの危険って戦わないんですか？そうだ。そうか、彼は元この星の神。なんとなく私のことを感づき始めているのかも。ではどんどん行きましょう。次は第3試合です。ビーデル選手対スポポビッチ選手。間違っているかもしれんが、あんたはまさか。何でしょうか。まさか大海王様では。いいえ、違いますよ。海王神様だ。海王神。一応黙っていてください。今は知られたくありませんから。4人の海王様の頂点に立つ大海王様、さらにその上に海王様たちの神がいるという噂を聞いたことはあったが。どうしたピッコロ、あいつがなんか生意気言いやがったんか。ビシッと文句言ってきてやろうか。よせ。何も言うな、頼む。何も言うなよ。その続く第3試合でビーデルはスポポビッチと戦っていた。実力は相手を完全に上回っていたビーデルだったが、異常なタフさを見せるスポポビッチに追い詰められていく。やつは自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。わかんねえ、どういうことだ。あの野郎、もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだビーデルさん。
そこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはこんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。場外スポポビッチ選手の勝ちです。ビデリさん、ポポビッチ、許さないぞ、貴様だけは。分かったな。担架を呼びましょう。いえ、僕が運びます。あいつをやっつけて。うん、次の試合で勝てば2回戦目はあいつと当たる。わっ、先頭取ってきたぞ。よかった。ビデルさん、騙されたと思ってこの豆食べてみて。あなたのことだから、きっと何か不思議なことが起こるんでしょう。もう大丈夫。でもしばらくここで休んでた方がいいと思う。ありがとう、ごはんくん。じゃ、みんな待ってるから。治ってる。頑張ってね、ごはんくん。続いて始まった第四試合、ごはんはキビトと対峙していた。スーパーサイヤ人とやらになるのだ。もしもの場合、本当に私たちの助けとなるのか試してみたい。え、どうしてスーパーサイヤ人のことを、それに助けになるのかって。そのことはいずれすぐわかる。まずはスーパーサイヤ人の実力を見たいのだ。冗談じゃないですよ。こんなみんなの前でスーパーサイヤ人になんて。なんだよ、なんか話してんな。スーパーサイヤ人になれってさ、あいつ。ご飯、ピッコロさん、なんだピッコロ、なんかあるんか。何かはわからない。だが。ご飯さんを利用させていただきます。申し訳ありません。そして皆さんはこれから何が起こってもしばらく動かないでいただきたいのです。どうかよろしく。何？どういうことだ。わけのわからない奴の言うことなど危険。正体を言え。このお方は海王神様だ。すべての海王様たちの神だ。ああ、聞いたことあるぞ、海王様から。海王神、
おめが海王神様か。じゃああんたの希望通りなりますよ。なんでかは知らないけれど、スーパーサイヤ人、おまけにさらにその壁を越えたスーパーサイヤ人にまでなってあげましょうか。何？さらに壁を？つぁっ！すさまじいエネルギー、あいつだ。変身したご飯くんが、まさかまさか。いただくぞ、あのエネルギーを。しっかり抑えろよ、スポポビッチ。うん、はあ、ん、来た。ふん、なんだ貴様ら。ふっ、うっ、はあ、よし、目いっぱいエネルギーは吸い込んだ。行くぞ。まだです、まだ何もしないで大丈夫。孫悟飯さんはキビトがすぐ元に戻します。これからあの二人に気づかれないようこっそり後をつけます。もしよろしければ私と一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。どうするよ悟空。ほらついていくさ。あの海王神様が助かるっつってんだからよ。それにこうなったわけを絶対知りてえかんな。じゃあ俺も行こうかな。ふざけるなカカロット。俺たちの対決はどうなったんだ。でもよ今それどこじゃねえんじゃねえか。ごまかすな。俺は海王神だかなんだか知らないが、あんな奴のことなんかどうでもいい。貴様と一対一の決着をつけたいだけだ。そのためにこんなくだらない大会にまで来たんだぞ。わかったわかった。天下一武道会じゃなくても後で絶対試合してやっか。腐ったれ。貴様は一日しかこの世界にいられないんだろう。だったらおめえもついてこいよ。向こうでやろうぜ。チッ、行くぞ。ご飯のこと任せて本当にいいんだな。大丈夫だ。孫悟飯を回復させたらすぐに私も行く。多分孫悟飯も行くと思う。くそ。おーい、やはり来ていただけましたね。助かります。あなたたちの力も借りなければおそらく勝てない。勝てねえって、あんな二人にか。いいえ、あの二人はただ利用されているだけです。ずる賢い魔導士に。魔導士。はい、地球ではやっと人類が二本の足で歩き始めたほどの昔、宇宙の彼方にビビディという極悪な魔導士がいました。ある日ビビディは偶然からとんでもない怪物を作り出してしまいました。ブーというとてつもなく恐ろしい魔人です。たった数年で何百という星が死の星に変えられてしまいました。魔人ブーの凄まじさは作ったビビディですら手を焼くほどでした。魔人ブーを一時的に封印して動けなくしておいたくらいです。その隙にビビディを倒すことができたのですが、魔導士ビビディには子供がいたのです。親と同じ邪心を持った魔導士バビディが。もういいぞ孫悟飯。
一緒に来るがいい。何もかも話してやろう。あ、私も一緒に行っていい？いっぱいあるの、知りたいことが。お願い。うん、危なくなったら絶対逃げるって約束できる？うん、わかった、行こう。魔人ブーですか。なるほど、そんなことが。でもスポポビッチとヤムーは何のために武道会に？長い間封じ込められていた魔人ブーをよみがえらせるためには汚れていない巨大なエネルギーが必要らしい。そこで武道会にあの二人をよこしたのだ。それよりこのスピードでは追いつけない。もう少しスピードを上げるぞ。私にはこれ以上は無理よ。やっぱり帰った方がいいよ。想像よりずっとヤバそうだ。そうするしかなさそうね。残念だけど。でもこれで分かったわ。セルを倒したのは私のパパじゃないわ。あなたたちね。それはやっぱり私だってどう考えてもちょっと変だなって思ってたんだから、これでスッキリしたわ。頑張ってね、ごはんくん。魔導士バビリーってやつを倒してみんなを助けて。うん。死なないでね、ごはんくん。無事帰ってこられたらデートとかしたいから。もういいか。では海王神様たちに追いつくぞ。はい、すみませんでした。バビディ、どんなやつだろう。よし、急いでお父さんたちに追いつこう。这中央光头还有支线。好，先解一解吧。あれ？うん、え、何？いえ、いえ、な、え？え？才佛利扎，又不是西鲁，好歹西鲁嘛，佛利扎已经很久了。咦，咦。嘿嘿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 好，打赢。嘿嘿，那，嘿嘿，那，嗯，嗯，嗯，嗨，好，还有另外一个支线。あれはお父さんたち。誰か一丁。あいつがバビディっていうやつか。いえ、違います。誰か出てくるぞ。ドープラ、バビディのやつ、
暗黒魔界の王まで手の内に入れてしまったのか。え、ダブラどっち出てようか。そうです。ということは、あのちっちゃい方が魔導士バビディなんですか。そうです。力は全く非力ですが、恐ろしい魔術を使いますので決して侮ってはいけません。バビディの一番恐ろしい魔術は、相手の心の中の悪や欲につけ込んで思いのままに支配をしてしまうところだ。だから私たちはお前たちのように心に悪を持たぬ者しか戦うことはできんのだ。ほうほう、こいつに満タンのエネルギーなの。よくやったね。これで魔人ブー復活にかなり近づいたよね。これでもうお前たちは御用済みだよ。ぷいぷい。はい。さーて、ダーブラ、やっぱし僕の計算通りヤムーたちはたくさんの餌を連れてきたようだね。ずっと昔僕の親を殺しちゃった海王神と一緒に。海王神とキビトのエネルギーは使えないとして、3匹ほどは素晴らしいエネルギーを持っているようですな。あの3匹以外のクズをお掃除して宇宙船に戻ったら、奴ら必ず追ってくるよね。そこでエネルギーを吸い取るのが一番確実だよね。なるほど。そうだ、海王神はお掃除しないでね。海王神はこの僕が後でじっくりと始末してやるんだ。わかりました、バビディ様。じゃあ任せたからね。は、さてやるか。キビト、くそ、なわっ、うわっ、しまった。クリリン、ピッコロ、触ってはいけません。二人は石にされてしまったのです。ダーブラが死なない限り元には戻れません。なんだ、あるんじゃねえか、そんな簡単な方法が。とっとと帰るんだな。バビディ様には誰も逆らえんのだ。行くぞ。お待ちなさい。好，行こうお父さん、行こうお父さん、やつを倒してクリリンさんとピッコロさんを助けなきゃ。当たり前だ。哼。现在有支线剧情吗？好，没有。然后我们先看一下角色，是不是又可以训练了？真的可以。好，我们快转一下。なんだここは、やけにさっぱりした部屋だな。気をつけてください。何か罠があるのは間違いありません。あなたたちにだけ何も攻撃しなかったのはどう考えてもおかしい。悪いな、俺たちはじっくりと待つのは苦手でね。バビディ様がおられるのはこの一番下のフロアだ。ただし残念ながらこの俺を倒さなければ下には行けない仕掛けになっている。つまりお前たちはここでおしまいということだ。いや、多分そんなことはねえと思うぞ。誰からやるんだ。ここは公平にじゃんけんでいきましょう。まあいいだろう。よし、いくぞ。じゃんけんポン。あいこでしょ。お、チェ。よし、
まずは俺からだ。一人で戦う気なのですか？当然だ。あんな奴一人で十分だろう。こいつは本格的なバカだぜ。さっきも言ったが、ここからはもう逃げられんぞ。お前たちが受けたダメージはエネルギーとしてこの部屋が吸い込み、魔人ブー様の封印された弾に行くようになっているのだ。それを聞いて安心したぜ。さっさと貴様を倒せばエネルギーは奪えないってことだろう。そういうことだ。だが残念ながらそんなことは不可能だな。おしゃべりはここまでだ。早く済ませちまおうぜ。かかってこい。おっと、宇宙船を壊されちゃたまらないからね。パッパラパー。何が起こったの？どこ？ここ？バビディが魔法で部屋を変えてしまったのです。多分あの戦士にとって有利な場所に。それがどうした？さっさと終わらせてやる。それはこっちのセリフだ。ガッハガッ、飛べビッグバン。それがどうした？たかが10倍の重力など俺には何も感じない。スナイプショット、ビッグバンアター。スナイプショット、ビッグバンアター。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 ビッグショット、スナイプショット、バビディの野郎、つまらん相手をよこしやがって。お、見ろよ、額に穴が開いたぞ。エレベーターってやつみてえになってんだ。そんな、これほどまで。なんだよ、またさっきと同じような部屋じゃねえか。お、しゃー、なんだかとろそうなやつだな。あれはもしかして、ヤコン。マジ勝負を早く終わらせるために、これからお前の大好きな真っ暗闇の世界、暗黒星に連れて行ってあげるからね。たっぷりとエネルギーをいただくんだ。グホッ、グホッ、ドイツから食ってやろうかな。オラがおめえの相手だ。まず一匹。
この分だと魔人ブーというやつも大したことはなさそうだな。ただものじゃないよ、あいつら。いいです、わかりました。次は私自らが行って差し上げましょう。そしてたちまちのうちに魔人ブーの玉をやつらのエネルギーでいっぱいにしてみせますよ。ダーブラ、お前がやられたらもうおしまいなんだよ。賞賛はあるんだろうね。賞賛？私は魔界の王ダーブラなんですよ。私にパワーで勝るものなど全世界で存在しません。ダーブラ、ヤコンを倒しここまで来られたのは人間としては大したものだ。奇跡的とすら言える。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。戦士たちの大誤算？迫る魔人ブーの復活。ふん、ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな。無駄口を叩くのはそれぐらいにしてさっさとかかってこい。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？なめるのもいい加減にしろよ。バビディ様、戦いやすい場所に移動させてください。この人間に私の力を思い知らせてやります。わかったよ。パッパラパー。よーし、早くあいつを倒してピッコロさんたちを助けなきゃ。OK， 我都知道这边会让我们存档，因为在过去就庞大的剧情了。这是哪里啊？好了，我们先存个档吧。啊，我们这集到就先到这边好了。好，记得追踪我的 IG 跟 FB， 然后 YouTube 的订阅按钮跟铃铛记得打开，这种更新影片你就能收到通知哦。谢谢大家这集的收看，拜拜。